驚愕の真実、サングラスが示す裏の世界。紫輝くんの魅力、そのオーラは異世界から。サングラスが狩りの道具だと初めて知ったのは、興味深い出会いの中でのことでした。笑い。あの神聖な瞬間、シンくんのサングラスが外れた瞬間、まるで他のファンが待ち望んでいた美信が降臨したようでした。その光景に私も思わずドキドキしちゃいました。推しは紫エくんですが、声を潜めて、 初めてライブでナンバー愛を目にしたとき、その輝きに本当に驚きました。まさに、ああ、これが本物だ、と感動して涙が出ました。その中でも、やはり、平野紫耀は特別でした。ただ彼がそこにいるだけで、それだけで、平野紫耀でした。彼の存在は、かっこいいだけでは言い尽くせない、特別なオーラが漂っていました。彼は本当に素晴らしいエンターテイナーだと思います。推しは、ジンくんですが。 同感です。紫輝くんを応援し続けて良かったと思います。彼、騎士くん、神宮寺くん、彼らが戸部に参加してからさらに成長したのを見て、本当に良かったと感じます。彼らが乗り越えてきた困難に向き合い、頑張っていく姿は、まだまだパワーアップしていくことを示しています。次も楽しみで仕方ありませんね。紫輝くんの美しさとオーラは本当にこの世のものとは思えませんでした。 ジンくんは画面を通して見た時以上に、かの品の良さを感じました。キシくんがステージで歌い踊る姿も、本当にカッコよかったです。私も牛はジンくんですが、彼ら全員が個性と魅力で光っているので、みんな好きです。あの海の美しさにうっとり、あの海の歌声にうっとり、本当に素敵なグループに出会えて、彼らを応援できて、幸せです。エンターテイメントの世界にいてくれてありがとう。 そして、今度こそ会えますように、その願いを込めて、多くのファンが待ちわびています。私もその中の一人です。有明は箱が小さいから、その分客席も近いですが、一公演あたりの収容人数がドームに比べて格段に少ないので、ライブビューイングや配信など、有料でも構いません。もっと多くのファンが参加できるように工夫してほしいです。滝沢社長、よろしくお願いします。 本当に実物に会いたいですね。その夢が叶うことを願って、推しに対する情熱と夢が膨らむ中、ファンのコミュニティには新たな風が吹いています。これらのアーティストとの接触は、単なる娯楽以上のものです。彼らの魅力と個性が私たちを引きつけ、私たちの人生に深い影響を与えています。彼らのライブイベントは、私たちに感動的な体験をもたらし、彼らの世界に没頭させてくれます。 しかし、私たちの情熱がより多くの人々に広がるように、もっと多くのオプションが必要です。小さな箱の中で熱狂する喜びは素晴らしいですが、もっと多くのファンがこの感動を共有できるように、もっと大胆なアプローチが求められています。彼らの素晴らしい魅力に触れ、夢のような瞬間を共有したいと願う多くのファンがいます。彼らのステージで輝く姿を実際に見ることができる日を待ちわびています。 滝沢社長には、その夢を実現するための新しい展開を期待しています。この情熱的なファンの群れが、彼らの偉業をより多くの人々に伝えるための新たな道を歩む準備ができています。